Body Fight Triple D. Wow, new flags that I've never seen before. And the mysterious dual cards. Can't wait to fight them all. Triple D Booster Pack Alternative Volume 2. On sale September 23rd. Bushy Road. Bermuda Triangle. Voice is a blessing to all they shall sing. This year's SP cards feature wedding dresses, Mew. Vanguard G Claire Booster. Blessing of Divas, now on sale. Bushy Road. バーディーファイト世界一。バーディーチャンピオンを決める WBC カップ世界大会の幕が切って落とされたぞ。ビー B ブロックの2回戦第1試合、日本代表ミカドガオの相手はこの私をバーディーにした、なんと猫。我らオドンビーズが合体したオドンゼットには何度でも蘇る能力があったぞ。ビー我らの勝利は確実かと思われたが、ライフリンクがあざとなり、結果はミカドガオの勝利となったゾンビー。こうなったら今日のファイトを全力で解説するゾンビー。キレッキレの解説を楽しみにするゾンビー。それではオープンザー。燃えるバディファイ、この世界中に一つだけの絆をただ信じている。まだ見たことない未来へ、僕らだけのステージへ、殴って限界なんて超えてくんだ。重なることの温度、一人じゃきっと知れなかった。何回だって胸焦がしてさ、スタートはいつだって僕らを待ってる。謎に血の方向でこの手で掴むんだ、光を掴むんだ。毎日毎日よく朝からピザ食えるな。ピザは別腹って言ってるまる。 WBC カップ本日は B ブロック準々決勝第2試合、日本代表リュウエンジタスク選手対アメリカ代表ジェイ・ジェネシス選手のファイトが行われます。ガイトを倒したやつが相手か。ガオ君、ジェイ・ジェネシスはどうしてバルバーストスマッシャーのカードを持ってたんだろう。確かに分からないことだらけね。分からないことは本人に聞くのが一番バル。え、ちょっと待て。マジ複製魔法兵器ジェムクローン。ジェイ・ジェネシス。ああ、京也に代わって火炎財閥の総帥になったあいつか。彼に関して知っていることを教えてほしいの。あなたに少しでも良心があるなら答えて。ジェイ・ジェネシス、バディモンスター研究の世界的権威、多くの価値ある論文を発表しており。いい加減にしときや。そないな話やのうて、オタクはんしか知らん話が聞きたいんや。どうして京都弁？オタクはんがブラックマーケットでモンスターの売買に関わってたこと知らんとでも思うとるんかい。あら、僕としたことが。わかったよ。そんなに知りたいんなら教えてやるよ。ジェイ・ジェネシスについて聞き出せたのは以上よ。ありがとうございます、ステラさん。竹原さんにもよろしく。ジャック、どうしても今確認したいことがあるんだ。頼めるかい？任せる。どうして言っちゃダメバルか。この先は一般のお客様は立ち入り禁止です。すいません、バル帰るぞ。どうして帰るバル？ガオだってジェイ・ジェネシスに会いたいはずバル。私に会いたい？ジェイ・ジェネシス、君たちは確か…バル、バル教えてほしいことがあるバル。
君と話すような無駄な時間など私にはありません。相手してもらえなくて当然だっつーの。相手は岩塩財閥の総帥様なんだぞ。なんか聞けりゃタスク先輩の役に立てたかもしんねえのにな。ありがとう。けど心配ないよ、バルバーストスマッシャー対策ならできている。え、さすがタスク先輩。なあバル、バル対策されたらさすがに複雑よね。複雑バル。バル、僕はどうしても叶えたいんだ、超東京大会で果たせなかった約束を。ああ、準決勝で待ってるぜ。だったら対策されても仕方ないバル。で、勝った方が次の決勝で俺様に敗れるってわけだ。それはないバル。だってこのチビドラゴン。ドクくん助けてバル。ドクドクバル。ちょっと用事をね。お待たせしました、 WBC カップ世界大会 B ブロック2回戦第2試合、日本代表龍雲寺タスク様対アメリカ代表ジェイ・ジェネシス選手のファイトはもう間もなくです。ミスター・ジェイ、僕に何か一言ないのかな。クローズ・ガイトに負けろという件なら断ったはずです。文句を言われる筋合いは。そのことじゃないさ。では何のことです。全く身に覚えがないのですが。そう、とぼける気なんだ。無駄な時間を使わせてしまったね。君のイラついた顔を見ることができたんです。どこが無駄な時間なものですか。それでは両選手入場してください。ジャック、まだなのか。まず登場したのはアメリカ代表ジェイ・ジェネシス選手。続いての登場はまだですか、タスク様。このジラテジャズ、タスク、タスク。さあ皆さんもご一緒に。タスク、タスク。どうしてタスクとジャックは出てこないバル。タスク先輩。ジャック、遅くなってすまない。だが収穫は大きいぞ。早速だけどすぐにファイトだ。うん、タスク先輩、ジャックも一緒だい。じらしにじらして登場とは、いくよこの占領役者。先行の日本代表龍雲寺タスク様だ。タスク頑張れ。クローズガイト、アビゲイル一緒じゃないの。貴様には関係ない。どうしちゃったんだろう。そう、アビエル、どこにいるんだ。お待たせしてすいませんでした。ちょっとヒーローワールドまで行っていたのでな。無駄なおしゃべりは不要です。さっさと始めましょう。さあ3回戦に勝ち上がるのは果たしてどっちだ。刮目してみよ、これが新時代の革新的バディファイトだ。ルミナイズイノベーションオブゼータ、きらめけ星をまといし未来の竜、ルミナイズクロスドラグナー。バディファイト、オープンザフラッグ、スタードラゴンワールド、ヒーローワールド。さてさて解説は、武器よぞえ、気持ちいい。おでおどし、また会えて嬉しい。そしておなじみアザンピー、バディのパシンはキレキレタンピー。我らは愛と平和の使者、使者だけに。うまい、みなぎるやる気、死んでも元気、アザンピー。鬱陶しいのが増えてる。チャージ&ドロー、スフィアセメタリースターレムラントをレフトに。スパークルチャージ、何をコールしようが無駄です。スタードラグナージャックナイフをセンターにバディコール。お、続いてジャックナイフ来た。おジャックの能力発動、ジャックアームズ J イグナイターをソウルに入れる。クロスライズイグナイトブレード。ジャック任せろ。ああ、
打撃力4のイグナイトブレード。ターン終了だ。タスクもジャックも絶好調まで。気合い入ってんな。はい、私のターン。ドロー、チャージ&ドロー、ファイナルフェイズ。やはりな。なんとそれ私のセリフ。ジェネシス選手前回のファイトと同じく、いきなりのファイナルフェイズ宣言。何が起きるのが楽しみだし。ゲージ2を払って必殺変身。飛行戦機ゼータ。Enter the world of luck and logic, and begin your journey as a logicalist.The TCG that trances with you. Trial Deck, Brave Logic, and Rene Logic now on sale. Bushy Road. Buddy Fight Triple D. Wow, new flags that I've never seen before. And the mysterious dual cards. Can't wait to fight them all. Triple D Booster Pack Alternative Volume 2. On sale September 23rd. Bushy Road.まずは必殺モンスター、ゼータに変身した。私の知るゼータは、ヒーローワールドに革命を起こそうとしている雄弁なダークヒーロー。それがどうだ、前回も今回もゼータはただお前が変身するためだけに使われたようにしか見えない。何が言いたいのです。お前のゼータはまるで抜け殻のようだ。無駄なおしゃべりは終わりにしていただきましょう。ゲージ1を払いキャット。人造フットゥードロー。デッキから2枚をドロー。レフトに必殺コール。水気キュアノエイです。キュアノエイです。水産能力発動。ソウルをよこせアクアスパイラー。なりがジェイグナイターが、クロスナイズが解除された。キュアノエイデスは登場と同時に相手のソウルを1枚破壊できる。さらにライトに必殺コール。延期エリトロン。エリトロン参上。能力発動、燃え尽きよ。ゼストスブラキュラ。おのれ。エリトロンには登場と同時に相手のモンスターを破壊する効果があるんだったな。ジェネシス選手、2体の必殺モンスターをコールするだけでジャックナイフを破壊。キュアノエイデス、エリトロン、ファイターにアタック。消えよジャクソン。弱き者は塵となれ。ラッシングエネミー。相変わらずものすごいゾンビ。ジェネシス選手のハートのコンパクトタコ X。これを言うならハードインパクトタクティクス。つまり全必殺技戦術。必殺モンスターを何度もコールできるなんて羨ましい。私はあいつらが鬱陶しい。ターン終了です。クワノエイデスとエリトロンが自身の効果で破壊され、タスク様のターンです。ドロー、チャージ&ドロー。力のこもったドローなど無駄です。ジャックをライトに。今度は倒す。オスライズ。イグナイトブレード。ゲージ2を払い、ドラゴンフォース解放。これはマラスキー戦で見せた。4回攻撃できる。攻撃力6000、打撃力1のアイテム。キャスト、テラフォーミング。ジャックのソウルにある J イグナイターをドロップゾーンに送り、奥のライフを4回復する。バルバーストスマッシャー対策ならできてるって言ってたのはこのことか。あれ、バルバーストスマッシャーの打撃力は4だから、できるだけ自分のライフが4以下にならないようにするってことよ。うん、バレ。スターレオナント、Jジェネシスをアタック。マークルシュート、最大出力。ジャック、続け。おう。キャスト、人造フゼロダメージ。なダメージをゼロにする魔法だ。ジャック、奥に任せろ。ドラゴンフォースを解放したタック様は4回攻撃を得ます。
必ずお前を倒す。2回攻撃、3回攻撃、4回攻撃。残りライフ1まで。必殺モンスターをコールすりゃタスク先輩の勝ちだ。ファイナルフェーズ、ファイナルフェーズ宣言。来たー、必殺コール。ゲージにお払い、ジャックナイフを必殺モンスターに。ジャックはサイズ2、攻撃力1万、防御力5000、打撃力3のモンスターとなり、効果でドロップゾーンのジャックアームズ J ギャラクションとクロスナイフ。今のジャックの打撃力は4。このカードのダメージは減らすことができず、攻撃も無効にできない。フルバースト。はい、テッチ、これで決まりです、ダッピー。明日は6時にロビー集合。お疲れだし。ギャラクティカル、アリスだ。キャスト、飛行、10,000D プラス。ジャックのギャラクティカルパニッシャーを受け止めたバル。ギャラクティカルパニッシャーの攻撃力は1万。必殺モンスターは必殺技と違い、あくまでファイターにアタックしている状態だ。よって相手ファイターの防御力が攻撃力を上回れば。さっきの魔法で私の防御力は13,000。これ以上の攻撃力でなければダメージは与えられません。終わりじゃない、ギャラクカルパニッシャーが破られたんだし。やめてやめて。ターン終了だ。君の攻撃は無駄が多すぎます。おっと、無駄なおしゃべりでしたね。私のターン、ドロー、チャージ&ドロー、ファイナルフェイズ。あのカードは、タスク様のライフは9。このターンを持ちこたえられるのか。聖魔法兵器ジェムクローンを。ガイトを倒したカードか。ガイトに必殺バディコール。ヒーローワールドにジェムクローンというモンスターは存在しない。だがジェムと呼ばれるレアメタルの存在は確認できた。ジェムクローンはお前がジェムから作り上げたモンスター。なんと、ジャックの口からとんでもない発言が飛び出しました。ジェネシス選手はバディモンスター研究の権威として知られていますが、まさかモンスターを作り出していようとは。モンスターなど道具でしかありません。そっか、ジェムクローンを生み出す過程で、あなたタスク先輩、ジェイ・ジェネシス、このファイト僕は絶対に負けない。いや、負けるわけにはいかない。私の前のファイトを忘れたんですか。クローズ・ガイトをワンタンキルしたこと。つまりは最強、ジェムクローンに敗北はありえない。おっと、無駄なおしゃべりが過ぎました。さっさとこのファイトを終わらせましょう。来るのか、バルバーストスマッシャーが。いや、バルバーストスマッシャーじゃとどめはさせない。奴の手札がバルバーストスマッシャーとは限らない。ゲージ1を払い、能力発動、ジェムクローンをアビゲール、アンリミテッドデスドレインに。ガイト君の必殺モンスターか。なぜ奴がアビゲールのカードを持っているんだ。今度はアビゲールの必殺モンスター、宣言よ。アンリミテッドデスドレイン。ドロップゾーンのカードが20枚以上になったため、ダメージによくなってしまった。アンリミテッドデスドレイン。助け。大丈夫だ、ジャック。ラッシングエネミー、キャスト、アースバリア、しのいだ。さすがはタスク様、カウンター魔法で精度のアタックを無効化。キャスト、人造符3ゲージ。え、ここでジェネシス選手ゲージを増やしたってことは、まだ必殺モンスターを出す気か。センターに必殺コール、ゲージ3を払い、アビゲール・アンリミテッド・デストレインをバニシング・デス・ホールに。
ジャックナイフギャラクティカルパニッシャーを破壊した。バカな、アビゲイルパニッシングデスフォールまで。どれ、ソウルガードで場に残しても無駄です。バニッシングデスホール。ザック先輩、ゲームエンド。ウィナー、ジェイ・ジェネシス。これで終了です。ミスター・ジェイ、やってくれたね。タスク、顔を上げろ。ジェネシスに問いたださねばならないことがあるはずだ。ああ。ジェネシス。何か。あらゆる必殺モンスターに姿を変え、その技を使うことができる。それは理解できた。だがどうしてお前がアビゲイルの必殺モンスターを持っている。やれやれ、そんなことを君に答える義務はありません。私に無駄な時間を使わせないでください。答えられないのですか、ガイト君の質問に。竜炎地タスク、だったら僕が答えます。何を答えるというのです。ジェムクローンにはカードをコピーする力がある。コピーだと？それでアビゲイルのカードを。そうですね。だからどうしたというのです。それが何か問題でも？そのこと自体に問題はありません。ですがあなたはジェムというレアメタルからジェムクローンを生み出す過程で多くのモンスターを犠牲にしている。モンスターを犠牲に？バル、憶測で滅多なことは言わない方がよくありませんか？憶測だと思いますか？ジェイ・ジェネシスにはモンスターの抜け殻を大量に売ってもらっていた。抜け殻ってのは何かの実験で心を抜き取られたようなモンスターってことだ。あいつが何の実験をしてたのかまではさすがのドクター・ガラ様も知らねえけどな。これは傑作です。そんな犯罪者の証言に何の証拠能力もないことくらい、少年バディポリスの君なら。無論知っています。だからここであなたを捕らえるような真似はしません。仮にジェムクローンの能力が多くのモンスターを犠牲にして得られたものだとしたら、犠牲になった者たちはそれを誇るべきです。最強の礎になれたということですから。ふざけるな！ガオ、そんな手段で手に入れた強さが最強であってたまるか。次で俺は必ず勝つ。勝ってお前が最強なんかじゃないことを証明してみせる。絶対勝つまで。それが無駄なあがきであることを私が証明してあげましょう。証明か。ならば僕も一つ証明させてもらうとしようか。Bodyfight Triple D! Wow! New flags that I've never seen before! And the mysterious dual cards! Can't wait to fight them all! Triple D Booster Pack Alternative Volume 2! On sale September 23rd! Bushy Road! Explore the world of Disgaea with Vi Schwartz! Assemble your team with characters from various Disgaea series and become the greatest overlord! Don't forget the dudes! Disgaea, now on sale! Bushy Road!今日の必勝カード、複製魔法兵器ジェムクローン。よーい、そこかいたバル、もう一回見たいバル。ジェムクローンをバディにすれば全ワールドの必殺モンスターを使うことができるぞ。ゲージ1を払えばどんな必殺モンスターでもジェムクローンに重ねてコールできるぜ。むちゃくちゃバル。こいつはジェム、パンに塗るのはジャム。甘くてうまいバル。飛んで見せるよ瞬間を、輝いて生きて今を乗りこなす私になるよ。手を伸ばしたら夢の光に熱く照らされて冒険だ。
コシャツ、火炎凶矢に勝つために必殺モンスターが必要バルね。どこへ行くバルか、猫シャツ。次回リベンジ、虎は二度吠えるでバディーファイバル。